私の名前は内木真也。どこにでもいるごく普通の女子大学生だ。私の大学生活はとても充実している。不慣れな一人暮らしをしているから毎日てんてこまいになっているけど、それはそれで結構楽しめていたりする。よし、頑張って勉強するぞ。講義が終わって昼休みの時間がやってきた。私は昼休みに決まってやることがある。それは3ヶ月ほど前から付き合い始めた別の大学に通っている彼氏のリュウジに通話をかけるというものだ。また彼氏に電話？あんたって本当にけなげだね。し、ちょっと邪魔しないで。はいはい、お邪魔虫は黙ってますよっと。もしもし、リュウジ？おお、マヤ、そっちは今講義が終わったところか？こっちは急に休校になっちまって暇だったんだよ。そんなことよりさ、今度の週末はどこにデートに行く？私とリュウジは昼休みになると必ず週末のデートをどうするのかを話し合うことにしているのだ。ちなみに先週は二人で一緒にアウトレットに行ってきた。そうだな、毎週買い物じゃつまらんし、映画も面白そうなやつはやってねえからな。どうしたもんか。水族館とか動物園っていうのもなんかね。どうにも最近はデートプランが立てづらい状況になってきている。行きたいところには一通り行った感じがするし、特にこれといってしたいこともない。私とリュウジがデートをどうするべきか悩んでいると。何もさ、無理してどこかに行こうとしなくてもいいんじゃないの？え？出かけないでどっちかの家でゆっくりすればいいじゃん。休みなんだし家でぐーたらしてれば。盲点だった。せっかく彼氏ができたのだから、どこかに一緒に出かけないと損だと私は心のどこかで思い込んでいた節がある。私がリュウジに家でゆっくりするのはどうかと提案すると。お、いいね。そういえばさ、マヤって自炊するんだよな。え、おう、うん、今日も家でお弁当作って持ってきたけど。手作り弁当とかすげえな。俺もさ、一応たまに自炊はするけど、あんまり得意じゃねえんだよな。だから今度の休みは俺になんか食わせてくんない？思わぬ提案だ。好きな人に手料理を振る舞えるチャンスなんて逃したくない。もちろんいいよ。ところで普段はどんなご飯を食べてるの？自炊って面倒じゃん。冷凍物が多いかな。餃子とかチャーハンとか、あとは適当に野菜買ってきて炒めるくらいだな。なるほど。続けて私はリュウジに何が食べたいのかを尋ねてみることにした。すると。そうだな、家庭的なものが食いたいかも。炊き込みご飯と肉じゃが、それに豚汁なんかがあれば最高だな。わかった、頑張る。さらにリュウジはリクエストとして、炊き込みご飯と豚汁は3食分くらい作り置きしてほしいと言ってきた。これはもう腕によりをかけて作るしかない。こうして私は週末にリュウジ宅を訪れて料理をする運びとなった。リュウジの家を訪れる前日、準備のために私は近所のスーパーへやってきた。作り置き分を含めた材料となると結構な量になる。調味料はどうしよう。自炊するって言ってたし、買わなくても平気かな。買い物を無事に終えた私は、重たい買い物袋を両手に携え、えっちらおっちらと自宅へ戻った。そしてリュウジ宅を訪れる日がやってきた。私はあちらで生ゴミを極力出さないようにするため、自宅で野菜類を切っていくことにした。普段より丁寧に慎重にっと。何せ家族以外の人に料理を食べてもらうなんて経験は初めてのことだ。とにかくいつもよりも丁寧に野菜を切っていった。そんなこんなでやってきましたリュウジ宅。大学生の一人暮らしということもあって、なかなかに散らかった部屋だった。おお、タッパーめっちゃあるじゃん。冷蔵庫の中のものは適当に使っていいからな。そんじゃ、よろしく。任せといて。美味しく作らなくちゃいけないっていうプレッシャーはあるけど、私の料理を食べてリュウジが喜ぶ姿が見たい。今はその一心だ。私はひとまず冷蔵庫の中を確認してみることにした。冷蔵庫には軽めのおつまみ、それとビール、冷凍食品しか入っていなかった。ねえリュウジ、冷蔵庫に調味料が入ってないんだけど。調味料ってどこにあるの？ああ、あれ、調味料はキッチンの戸棚に入ってるから、それを使ってくれ。わかった。
リュウジに言われて戸棚を開けてみると、あらびっくり、何これ、塩コショウとポン酢しかないじゃん。しかも塩コショウは別々じゃなくて一体になっているやつだ。こんな調味料しかないんじゃ、リュウジご所望の豚汁や肉じゃがなんて作れない。そこで私は一旦近くのスーパーで調味料を買ってくることにした。ちょっと調味料が足りないからスーパーに行ってくるね。あれあれ、マヤってば弁当を作るぐらい料理が得意じゃなかったんですか？俺の母ちゃんならあるもので適当にパパッと作っちまうんだけどな。あのね、塩コショウじゃ炊き込みご飯は作れないんだよ。冷蔵庫の残り物って言っても冷凍食品とおつまみしかないじゃん。そんな残り物じゃいくら工夫してもリクエストに応えられないよ。はいはい、言い訳をつ。本当に料理が得意なら残り物で簡単に作っちまうんだよ。そんな言い訳してる暇があるならさっさと買い物してきなよ。何その言い方、マジ腹立つ。かなり腹が立ったけど、リュウジにその怒りをぶつけることは我慢して、私はスーパーにやってきた。あいつは一体何様なんだよ。腹立つ腹立つ腹立つ、もうありえない。お客様？店員さんが引いているようだったけど、そんなことは気にしない。さっさと用事を済ませることを優先しよう。リュウジ宅に戻った私は、自分でも驚くほどの速さで炊き込みご飯、肉じゃが、豚汁を作り終えた。お、うめえじゃん。食器洗い終わったら私も帰るから。え？もうちょっとゆっくりしていけよ。ひょっとして料理が不得意だって図星つかれて怒っちゃった？見当違いにも程がある。私はそんなリュウジをスルーして黙って片付けをしてからすぐに帰宅した。翌日、講義を終えた私がリナと一緒に大学から最寄り駅に向かう途中のことだった。よ。何？何かよ。そんなに冷たくあしらうなよ。俺一応お前の彼氏なんだぜ。私はもう昨日のこいつの言動で完全に冷めきっている。今さら彼氏面をされたくない。リーナちゃん、聞いてくれよ。こいつさ、昨日からずっと機嫌悪いんだよ。料理が不得意っていうのも可愛げがあっていいことじゃん。こいつはなぜか得意げになってリナに昨日の出来事を語り始めた。どうやらこいつは冷蔵庫の中にある余り物で料理が作れなければ料理が苦手であるという思い込みをしているらしかった。ちゃんと調味料が一通りあって、なおかつそれなりに冷蔵庫の中身が充実していればさっと作ることもできたよ。調味料も食材もろくすっぽなかったじゃん。初めて手料理を作るって約束してそっちに行ったわけでしょ。それであるもの使ってさっと作るっていうのは趣旨から外れてると思わない？まあまあ大丈夫だって。そんなムキになるなよ。料理の味は良かったんだからさ、次から頑張ればそれでいいじゃん。リナちゃんだって家にあるものを使って料理作れない人は料理上手だとは思わないよね。冷食と塩コショウで野菜炒めくらいなら作れると思うよ。でもさ、野菜炒めってわざわざ彼氏の家で作る料理じゃなくない？一人で適当に作る時のメニューでしょ、野菜炒めって。そうそう、料理上手の人ってすぐにそうやってパッとメニュー思いつくよね。俺はそれが言いたかったんだよ。とにかくさ、次に期待しておくよ。意味がわからん。日本語喋ってくれ。大丈夫かこいつ。いや、次なんてないから。またまた冗談うまいな。ピンチの後にチャンスありってよく言うじゃん。今度はもっと手際よく作ってくれれば万事 OK ってことよ。話が通じない人って本当に無理だから。ちょっと距離置こうか。私はヘラヘラしながら話しかけてきたリュウジを無視して帰宅した。さらに数日後、リュウジは共通の友人たちに今回の出来事を言いふらしていることが判明した。でも逆にリュウジがおかしいと責め立てられているんだそうだ。しかもへんてこなあだ名、塩コショウポン酢丸だって。リュウジは奇妙なあだ名を襲名してからかわれているとのことだ。思い込みで私をバカにした罰だ。ざまあみろ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。